鳥山と平石の英文講読。はい、こんにちは。はい、こんにちは。9回目？第9回ですかね。はい。はい。もう本当、終盤に差し掛かっている。そうですね、早いですね。はい。はいですね。犬論文に引き続き、犬論文ですけども、ちょっと例によってね、みんなの名前をちゃんと隠してた方がいます。はい。今やってますけども。うん。まあ、一つ目の課題は、その、今回の結果っていうのが、まあ、量的なものというよりも、質的だみたいなことをですね、言ってるわけなんですけど、なんでこんなことが言えるのかを説明してくださいといった課題でした。うん、まあ、前回質的、量的ということをしっかり説明したのもあって、皆さん割とですね、ちゃんと考えていただいてたかなと思います。はい。そうですね。結構出来がさすがに良かったですね。うん、はい。で、まあ、特にでも、簡潔に説明して。そうですね。まとめとして分かりやすいかなと思ったのは、ミゲルさん。ミゲルさん。うん。ですかね。犬の能力は訓練すればするだけ記憶力が上がるというようなデータで表せるものではなく、同じ訓練をしても、ワードナレッジャブルですね。WK 犬犬とオリバーのように素晴らしい記憶力を持つ犬と普通の犬では結果に差が出たことから、犬の能力には質的な差があると言えるため、記憶力が良い犬と覚えられない犬というカテゴリーに分けられることからも質的であると言えるということですね。うんうん、まあ、かなり明確に、はっきり分かれたと。ね。そうなんですよね。なんかこう、ちょっとだけなんか覚えれた犬もいれば、うん、いっぱい覚えれた犬もいるみたいなんじゃなくて、もう、覚えられる犬は覚えられるし、覚えられない犬はもう全然ダメですみたいな感じで、はっきりとした違いが、うんうん、あった。ということで、うん、まあ、質的な差がどうもあるらしいと、うん、いうことでしたね。うん。まあ、みんなこれはよくできてる。そうですね、大体こういう感じで皆さん理解していただいてたように思います、はい。まあ、ちょっと自分違かったぞっていう方はですね、もう一回確認してもらえればと思います、はい。課題の2が、何でしたっけ。そうですね、This above hypothesis can be challenged on at least the following grounds ということで、うんうん、この仮説はですね、なんかこうこんな風な批判が出てくるかもしれないみたいなことを書いてるという部分について、うん、そもそもそのアバブハイポテティスというのが何なのかということと、うん、で、まあ、こんな批判があるかもあんな批判があるかもっていうのをいくつかここから挙げてるわけですけど、うん、じゃあその一番目の批判とで、うん、そのような批判に対して、まあ、著者たちがですねこんな反論もできるよってことを書いてるんですけれども、うん、それをですね、まあ、まとめていただくというようなものでした。まあ、こういう種類の論の立て方ってよくあるんですよね。自分たちはこういうふうなことを考えた、うん。で、対して批判はこういうのがあるだろうっていうのを列挙して、うん、それぞれ一つ一つに、いや、でもその批判は当たらない。その批判も当たらない。うん、あれも当たらない。で、見ていくと、まあ、最終的に、だからどの批判も当たらないから、やっぱり我々の考えが正しいと言えるんであろうという種類の議論の仕方ですね。なんかこれ全部ね、だから自分たちで言ってるから、ちょっとなんか変な感じがするかもしれないんですけど。だから今回で言うと、これですね、今ちょっと色つけますけど、この、まあ、そのうちの一つ目っていうのはこのファーストっていうあたりですね。うんうん、というあたり。で、これは、どなたが良かったかな。これもミゲルさんが結構良かったんだっけかな。ですね。あと、はさつまいもさんも割と分かりやすかったですかね。さつまいもさん、ですね。はい。今見えてますかね。アバブハイポテシスは名前を覚えられる能力がある特別な限られた犬にのみ見られる特殊なものであり、そうした犬は少なくともこの能力に関して例外的な例であるというものである。一つ目の反論は、WK のグループとナイーブのグループでは、名前を覚えるために必要な姿勢の特徴、なんだろうこれ、特異的なものではないにおいて違いがあるんではないかというものである。
しかしこの要因は排除することができる。なぜなら実験前に参加する犬のモチベーションを床に置かれたおもちゃを回収するテストにおいて確認しており、すべての犬が実験の始めから終わりまでいつもおもちゃを回収するのに熱心であったからであるということですね。ちょっと姿勢の特徴っていうのがなんかこれあれですね、ちょっと姿勢が変換ミスかなかもしれないですね、うん、モチベーションのことを言ってるのかな、うんうん、まあ、アティテュードみたいなことですかね。そうですね、はい。姿勢というか、うん。という感じですけども、まあ、今回のその課題の、そう、大体そういうことなんですけども、狙いというかですね、一つは、あれですね、このファーストのここら辺が、これが批判の第一点ですね、うん、今言ったところ。The first, the two groups of dogs may differ in some non-specific behavior traits needed for high performance.、うん、でこのだから、まあ、今回その、あ、ですかね、そのおもちゃの名前覚えられない犬っていうのがいたけど、うん、なんか単におもちゃを取ってくるモチベーションが低いとか、なんか課題をやるモチベーションが低くて、で、うん、なんかその結果ですね、こう、いい結果が出なかったってだけじゃないの、うん、みたいな反論が、まあ、うん、可能だ、みたいなことを言ってるわけですね。うん。で、まあ、でもってことで、うん。でもね、We can reasonably exclude the naive dogs fail to learn because of motivational factors related to the task っていう、ちょっと色を変えた方がわかりやすいかな。うん、あ、なんか上も変わっちゃった。ああ。それは可能性は排除できますよと。うん、で、まあ、書いてあるのは、もうみんなめっちゃやる気があるからって、そのさつまいもさん書いてる通りですけども、うん、もうおもちゃ取ってくるのも、みんなめっちゃやる気あって、もう全然もうそういう問題じゃねえんだっていうことですね。もともとその課題に対して、なんかすごいやる気のある犬ばっかり集めてきてるから、うん、なんか、覚えられなかった犬たちが、やる気がなかっただけだ、みたいな反論は、まあ、当たらない、みたいなことを言ってるわけ。当たらない。そういうことですね、うん。で、今回のその、この課題をここを設定した理由っていうのが、この今、ちょっと線を引きましたけど、ノンスペシフィックっていう、これです、うん。ここら辺、このスペシフィック。これは、まあ、具体的なっていう意味でスペシフィックって使うこともすごく多いんですけれども、うん、どっちかというと特殊なっていう意味ですね、ここで使ってるのは。うん、で、対応して対するのが一般的なっていうことで、うん、こういう議論の仕方っていうのがよくあるんだよっていうことで、うんうん、どういうことかっていうと、その仮説でアバブハイポテシスって言ってるのは、単語を覚えるっていう、そういうすごい限定された能力の話で、うん、天才犬がいると。まあ、天才犬って、うん、まあ、ギフティーって言うか、まあ、天才って言っていいと思うんですけど、まあ、天才、うん。単語の天才っていう、単語を覚える天才犬がいるんだよっていう話ですよね。うんでも単語を覚えるのに天才だからって他のことも天才とは限らないじゃないですか、うんうん、っていうことですよ。だからそのワンちゃんが例えば数学もできるとかね、歌も歌えるとかまあそれは言い過ぎですけども、うん、例えばフリスビー取ってくるのも同じように上手だとか、うん、なんかお手もすごい上手だとか、ね、お手もすごいもうエレガント素晴らしいお手をするとかね、うん、そういうことは別に保証されてなくて、とにかく単語の天才だっていう、ことを言ってるわけですけども、うん、それに対して、いやいやと、今回単語を覚えられたことを覚えられなかった子がいるのは、そもそもとにかく何でもこうやる気のある子とやる気のない子がいて、うん、っていうことかもしれない。で、やる気のある子は何でもできるし、やる気のない子は飼い主が何言っても何にもやろうとしない。うんうん、そういうジェネラルだね、もっと一般的な能力だとか、やる気だとか、うんうん、まあ、モチベーションですよね、うんうん、そういうものの違いだったんじゃないの、単語の問題じゃないんじゃないのっていう、うんうん、批判が可能ですよねという話をしているわけです。うん、で、このなんか自分たちはこういう、だから
特殊な能力が存在するんだっていうものに対して、いやでもそれは一般的な能力で説明できるよねっていう批判っていうのは、うんうん、特に心理学ではすごくよく見かけるものですね。そうですね。うんうん、で、まあ、心理学で、まあ、僕ら心理学者なんで心理学の話ばっかりになっちゃいますけど、多分、うん、特に英語圏の文献なんかだといろんなところでこういうのはよく出てくる議論の仕方じゃないかなと思うんですよね。何かがこういう特別なこういうものがあるんだっていうに対して、うん、いやでもそれはジェネラルなものかもしれないねっていうふうに意見を立てて、でじゃあジェネラルだったらどうなるのかっていうことを考えてみよう、いややっぱりそうではないね、特殊だねみたいな議論をするっていうのはよくある、考えことですね、はい、なので今後も使える、スペシフィックとジェネラルっていうところに気をつけて読んでいくと、読みやすくなるんじゃないかなと思って今回課題として出してみました。そうですね、なんかあとドメインスペシフィック、ドメインジェネラルみたいな形で出てくることも、うん、そうですね、うん、ドメインっていうのね、うん、ドメインスペシフィック、なんかまあ今回だとその単語を覚えるっていうドメインにスペシフィックな能力の話であるのか、うん、まあ、そのドメインに限らずなんかもうちょっと一般的な話なのかという、うん、領域とか言いますよね、ドメイン。そうですね、うん、というまあ、スペシフィックで単語出てきたら、要注意というか、あこれ話だなって思って、まあ、たまに違う使い方もありますけども、結構それで当たることは多いと思うので、うん、使ってみてくださいというところです。じゃあ、課題はそれぐらいでいいのかな？そうですね。じゃあ、皆さんからの質問を見ていきたいと思いますが、はい、まず、P さんですね。リザートの初めの方混乱したということで、うん、まあ、フィギュア1に関する部分でですね、内部とダブルケートに分けたうちの内部グループに天才犬が1匹いて、それはワンマンズのみに内部グループとして参加したということで、フィギュア1の内部グループは1ヶ月のところだけ天才犬を含んでいるということでしょうか。内部グループの N が1ヶ月から2ヶ月で1減っているのでそう考えましたが、2から3ヶ月でも1匹脱落していて、グラフがほぼ変動なく保たれているので、何か恣意的な操作があるかもしれないと不思議に思いましたということで、うん、まあ、内部グループに天才犬が1匹いてっていうのは、これオリバーという犬がですね、うん、いたんですけど、で、確かにそのオリバーがですね、1ヶ月のとこだけで参加したというのはですね、はい、そういうふうになっています。どっかに書いてありましたよね。どこだったかな。あ、そこですね。ここですかね。うん、今ちょっと色をつけましたけど、ちょっと赤くしますが、このところですね。まあ、これ、本当、読まれたコメントの通りですけども、オリバー only participated in the first month test。これは、フィギュア1の本ですね。monthly two toys test の方で、オリバーは1ヶ月目だけです。うん。で、上のところのこの図の1の、説明を読むと、最初のファーストマンスは N イコール34。この N っていうのが何頭っていうことですから、うん、N イコール34で、次が N イコール33で、ここで。まあ、それオリバーが減った分ですね。オリバーが脱落してるわけですね。うん、実はでもこの後に、3ヶ月目が32で、もう1頭脱落してるんですね。うん、謎の1頭。うん、それが何なのかはちょっと、詳細は書いてない。ね、詳細書いてなくて、うん、まあで、だからこれがなんか恣意的なんじゃないのかと、いうことですけど、まあ、恣意的というよりかは、単に落ちちゃったっていうことで、変動がまあ思ったより少ないですけど、まあ、30頭とかいるわけなので、で、これ何回も試験した中の平均ですよね、ミンサクセスレートですから、だから30頭が1頭ずつが何回もいろいろテストをした中で何回成功したのかっていうものの平均値なので、うん、まあ、1頭ぐらい抜けてもそんなに大きな変化は生じない、うん、ないんじゃないかなと、うん、うん、まあ、まあ、あえて、うん、あと、まあ、でも大体そのチャンスレベルのあたりで安定してるので、うん、そうですね、50%、まあ、うん、そんなもんかなと、うん、あえて言うと、まあ、オリバーはすごく、オリバーちゃんはよくできた子だったので、オリバーが抜けたことで、成績がちょっと下がってるようにも見えるんですよね。うん、
あえて言うとね。で、まあ、で実際そうなのかなと思います。オリバーだけができた、うん、そこはね。他の人は多分ね、50-50 で、あの、うんうん、2個のおもちゃのどっちかランダムにしか取ってきてない。うん、で、その後に、まあ、もう一頭抜けて若干上がってるのが、これが、ひょっとしたらですけども、すごく出来の悪い、うん、出来が悪いっていうのは別に、あの、犬にとってはどうでもいいことなんですけども、あの、うん、全然覚えられない犬のご家庭がですね、うん、まあ、うちの子はもう全然取ってこれないからっていうんで、もう2ヶ月目でもう心が折れて脱落して、うん、だから成績の悪い子がこう落ちたからちょっと上がったとかね、そういうことかもしれないです。うん、で、まあ、チャンスレベルですかね、これぐらいだとね。そうですね、でも2と3はもう完全にチャンスレベルの誤差の範囲だと思うので、うん、なんかそこですごい変化があったっていう感じではないかなと。ないかなと。はい、うん。1ヶ月目はね、ちょっとアバブチャンスな感じにも見えるんですけれども。そうですね、区切りってね。うん、それはなんか多分オリバーの影響が大きい、引き上げてるんですね、うん、1匹で。うん。オリバーだからすごい。けどオリバー実はなくなってしまうんですよね。途中でなくなってしまってね、かわいそう。この図の2の方の話ですけども、これはだから新しいおもちゃを覚えていくってやつなんですけど、オリバーは3ヶ月間実験をやってるんですけども、最初の1ヶ月と2ヶ月しかいなくて、3ヶ月目は実はなくなってしまったので、うん、あのデータがないと。うん、なんかもともとオリバーは体の弱い子だったみたいな感じだった。そうですね。うんうん、でもすごくこう、物に、今日名前言葉に人の言葉に興味があるっていうことで、あの連絡を取ってきて、うん、うちの子は興味あるみたいだから参加したいっていうことで参加してっていうことですね、うん、あの、ちょっと悲しいお話ですけども、まあ、最後にオリバのこう、ね、晩年が幸せなものであったことを願うばかりですけども、ね、うんうん、はい、じゃあ次はミゲルさん。はい、ミゲルさんですね。5ページ目の1の部分で、特別な能力を持った人や犬は、音や物の名前でカテゴリー分けをして、それを記憶しているのではないかというように書いてありましたが、この部分の意味がよくわかりませんでした。で、なんか元となるテンプレートを参照してカテゴリー分けして覚えているという文と、その後の訓練を受けていなくても可能という文がつながらず混乱しました。知識がなくてもカテゴリー分けが可能ならテンプレートを参照してとはどういうことなのでしょうかということですけれども、うん、正直なんかこれ僕らもよくわからなかった。ちょっとね、なんかその絶対音感に関するすごい詳しい説明とかがあるわけじゃないので、うん、うん、もう一人ね、あの、同じところで、ここはよくわかりませんでしたって書いてくれた人がいて、うん、で、この絶対音感の例っていうのがね、なんかよくわからないなって思って、うんうん、ただ、あの、おそらくですけど、こう、鳥山さんとさっき話してたのは、うん、こうカテゴライゼーションっていう、こう、ものをですね、カテゴリーに分ける。あの、うん、これはこの種類、これはこの種類っていうふうに分けるっていう能力っていうのは、あの、人間はこう言葉も使うのですごく自然なことなんですけども、うん、まあ、どんな動物でも自然にできることではおそらくないです。ない、うんうん。何かと何をこう、これは同じ種類のものっていうふうに分けていくっていうことですね。うん、あの、で、だけど、まあ、この単語を覚えられた、犬たちは、そういうことができたんじゃないのかなっていうことが多分言いたい。うん、で、その時に、絶対音感のある人は、だからその音っていうものを、なんかもともと持ってるこう種類分けのこう、なんか箱みたいなもんですかね、うん、テンプレートっていう、こう。なんかまあ脳内テンプレートみたいな感じですね。うん、そう。そうね。そういうところに、ポコポコってある高さの音が来ると、それをそこのテンプレートって、なんていうのかな、こう、なんて言えばいいんでしょうかね。まあ、この音はこれみたいな、なんかこう。この音はこれみたいなね、こう、うん、割り当てをポコッと決めて入れていくことができると。うん、なんか、それがもう、なんか生まれつきかなんかわかんないけど、まあそういうのが頭の中にすでにあると。うん。特別な人は。うん。うん、で、それと同じような感じで、この単語が覚えられた犬たちは、こう、ものっていうものを、こう、そういうふうなテンプレートにポコッと当てはめることができて、そうすると、それと音との対応を、その言葉ですね、
耳で聞いたその音との対応をつけることができたっていう、そういうことかもしれないかなっていうようなことを書いてるという感じだと思いますね。うん。なんかこのね、ピッチの説明はなんか、どうも分かるような、分からないようなっていうところで。うん、あでも、さっきその平井さんが言ってたみたいに、うん、なんか、この音はこれみたいに特定できるっていうのが、うん、その犬がなんかこのおもちゃの名前はこれって特定できるみたいな話と、うん、まあ、一緒みたいな例、なんか例えば分かりやすいかなと思いました。うん、そうですね。だから逆にこうできない犬の気持ちっていうのがこう、うん、絶対音感がない人の気持ちなのかなっていうことですね、うんうんうん、まあ、そこで言うとこう、まあ、僕は絶対音感ないので、うんうん、あのすごくよくわかるんですけども、うん、だから単語の名前、あの物の名前を覚えられない犬たちもそのおもちゃの区別がついてないとは とても思えないんですよね、うん、あの熊のぬいぐるみとあのネズミのぬいぐるみで多分区別はついてる、うんうん、だけどあので2つ見せられるとその2つが違うってことは分かるんだけども、うん、何が何っていうことができない、うん、でそれって、まあ、絶対音感がないこう僕なんかからするとあの音を聞いて2つ音を聞いたらその音が同じ高さなのかどうかっていうのは分かるんですね、うんうんうん、あの音が違うとか分かるけども、うんうん、じゃあそれでこれの音がどの音か、なんていう、あの、どなのか、れなのか、みなのかとか言われると、うんうんうん、そんなわかるわけねえだろ、あの、人をバカにしてんのかみたいな気分になるわけで。で、ワンコも同じ感じで、多くのワンコは、その、違うのはわかるよと、当然。このおもちゃとこのおもちゃ違うのはわかる、うん。でも、このおもちゃは、どれですかとか言われて、そんなわかるわけないだろう。わかる人いんのみたいなね、うん、感じなのかなっていう、うん、ふうに想像させるっていう意味では、こう、このピッチの例っていうのはなるほどっていうできないあの子たちの気持ちがよく分かってあのちょっといい例かもしれないって気もしますね、うんうん、まあ皆さんのご感想もあの特に犬が好きな方はですね聞かせていただければと思いますけどこのパーフェクトピッチのその例はい、はい、じゃあそろそろ 次ですね。と愛犬家さんですが、その特にうちの犬は言葉の意味が分かった上で無視することがあると感じますと。手を噛まれている時の脳は無視だが、危険な行為に対する脳は従うなど、うん、でそして今回の実験では理解した上でおもちゃを持ってこない可能性が考慮できておらず、幼児を対象とした研究のように視線を用いるなど別の手法が求められると思いました。これらは私が犬には意思がある立場だからですが、研究者は特別な実験を除き基本動物には意思がないものとみなすのでしょうか、うん、そもそも理解した上でおもちゃを持ってこない可能性は考慮できない範囲なのでしょうかということですが、うん、まあ犬に意思があるとみなすかみなさないかっていうと人による意見だし、まあ例えば犬には認めるけどタコには認めないって人も犬にもタコにも認めるって人もいろいろかなと、うん、思いますけども、まあ、どっちかっていうとあれですよね。あの、最後に書いた、理解した上でおもちゃを持ってこない可能性は考慮できない範囲なのでしょうかっていうところで、あの、考慮できないとは言いませんけど、考慮するのが難しい範囲にはなってくるかなと思いますよね。うん、あの、まあ、考慮するのであれば、うん、それが明確に調べられるパラダイムっていうのを使わないと、まあ、ダメですね。うんうんうん、まあ、だから、あの、これは誰だっけ、ミゲルさん、愛犬家さん。愛犬家さん、愛犬家さん。書いてくれたように、あの、視線を使ってね、こう、だから名前を言われたときに、犬がそっちの方のおもちゃを見てるんだけれども、うんうんうん、まあ、取りに行くのはランダムだとかっていうふうになると、うんうん、毎回あれ、あの、正しい方を見てるじゃんっていうと、分かってるんじゃないっていう、うん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 、あの、そういうことは調べられる可能性はあるので、うん、あの、今回の手続きだけで、全然分かってねえっていうのは、言い過ぎじゃないかっていうのは、あのそうじゃないかなと思います、うんうん、ま、ただまあ一方で今回の研究だとそのおもちゃ取ってくるっていうモチベーションが高い犬ではあるので、うん、まあ、分かってるんだけど、まあえて無視したみたいなことはですね、まあ、あんまりないのかもしれないなという気はします。まあそういう気はしますね、うん、ね、あえてね、
あえてもう分かってるのに毎回ランダムなんです、うんうん、でもそれはなかなか強いあの意志の強い意志よね、うん、まあ、ただ犬の気持ちが人の気持ちと同じかどうか分かんないので、うん、犬にとってそれはたやすいことかもしれないし、あのちょっとこう難しいところ、うん、まあ、だから今回のパラダイムからはその可能性について考慮できないっていうのはまあその通りだとは、そうですね、その通りです、うん、あのそこは測定できるやり方ではないで、まあ、だから実は分かってるんじゃないのっていう可能性をがまだ残っていて、そこを追求する道っていうのはあるっていうのは、うんうん、あの愛犬家さんのおっしゃる通りだと思うんですね。まあ、やっぱり愛犬家さんはラジオネームにこう互いのないこう犬への強い信頼があっていいですね、うん、あのおっしゃる通りだと思います。いい指摘だと思いますね。カルタさん、さっきと同じですね、表彰能力の類似性と書かれていて、うん、犬の名前を送る、まあ、類似性はね、さっき説明したのでまあ、うん、いいかなと思いますね、うん、抹茶ラテさん、3ページ目の1つ目の反論で述べる Non-Specific Behavior Traits は Motivational Factors だけを意味しますか？個人的には、モチベーショナルファクターズ以外にも、各個体の様々な行動修正がノンスペシフィックビヘイビアルトレイツに含まれると解釈しましたが、段落で研究者がモチベーショナルファクターズについてのみ述べていますので気になりました。うん、いや、良い指摘ですね。ね、良い指摘ですね。うん、これだから、さっきのところですよね。課題の2のところ。そうですね。はい。うん、で実際にはね、なんかサムのスペシフィックビヘイビアトレイツと言ってますので、うん、まあ、他のトレイツというのも想定しているのだろうとは思いますが、うん、まあ、実際に述べられているのは、まあ、モチベーショナルファクターズに関することだけということにはなっていますね。そうですね。だから、うん、本当他にもいろいろな動機以外のものでもいろいろなものがありますよね。うん、例えばなんか、まあ、極端なこと言うとさ、耳がいい悪いとかね。ああ、確かにね、耳もありえますよね。うん、とか、だから、まあ、ボーダーコリーが今回すごくよくできたってことですけども、うん、いや、これは全然適当なことで、ね、うんうん、発言ですけども、例えばボーダーコリーは人間の、言葉を聞き取りやすいボーダーコリーの耳の形とかね。うんうんうん、他のワンコたちは、人間の言葉のこの、違いっていうのを聞き取りにくい、耳の中でこう反響とかしちゃって、おもよもよとかしふうに、あんまり聞こえないっていうふうになってて、ボーダーコリーが特に人間の言葉を聞き分けるのに得した耳、得意な耳の形をしてるっていうだけの理由かもしれない。まあでも確かボーダーコリーでもできない子がいたので、その話は違うってなるんですけど。うん、まあでもね、なんかそういう、他の可能性もそういう可能性ですね、うん、もある。で、まあ、それは触れられてないっていうのはその通りで、これは僕もちょっと論文の時に、他のはあげねえでいいのかよって、ちょっと思いました。けど、まあ、他のを考えるのも難しいんだろうなって思って、スルーしたんだなって思って読みました。うん、いい指摘だったと思います。はい。イラハさん。ディスカッションにおける2つ目の反論では、過去の経験による影響について書かれており、今回の実験では研究対象が限られていたことから、過去の経験が迅速な学習を促進する可能性を排除できなかったということだと思います。しかし We can not not exclude という表現は二重否定となり、排除できたという意味になってしまうのではないでしょうか。これは多分あれですよね、タイプを、うん、多分単純にミスだと思います。not を消し忘れだと思います。おっしゃってることは、書こうとしてることは、イラハさんの書いてるとおりで、うん、多分、タイプミスだと思います。はい。うん、ありがとうございます。ありがとう、はい。僕らが俺を言うことなんかいいかわかんないけど。YM さんが、マイル2の課題について、家庭犬と知識ある犬の名前を覚える能力は変わらないという仮説を立てたが、その能力は典型的な犬は持たない得意な技術であったことが分かったというのが、この論文の流れであると理解していた。その通りに ② の課題をやると、再反論は仮説と同じ立場ということになり、この論文の趣旨に合わないと考え、
再反論についてあまり理解できなかったということなんですが、うん、ちょっとまあなんか誤解をされているのかなと、うん、ちょっと丸2の課題で回答してくださったところが僕らが想定していたところと違うなっていう感じもあって、うん、なんかちょっと勘違いをされているような気もするので、まあ、今日のあの課題2の回答ですね、うん、僕らの回答説明を聞いた上で、うん、まだやっぱりよくわからんっていうことだったら、あの今週の課題でまた改めて、うん、あのいやこういうことなんですよっていうのをですね、うんうん、もう一度ちょっと説明していただけますかね、うん、あの今日の僕らの解説を踏まえた形で質問投げてくれたらあの回答できるかなと思います、うん、ちょっと今の段階ではあのなんかちょっとあの取り違いをされてる感じがします。はい、はい、のでお願いします。まあ、その再反論っていうのは、うん、モチベーションとかの差ではないと考えられるっていうことを言ってるので、うん、これはつまり能力の差だと考えられるっていう話なので、うん、の2つのグループ間で能力に差がないという話とですね、うん、まあ、同じ立場ということになるかと思います、うん、そうですね、はい、うん、ちょっと確認をしていただけたらと思います、うん、いや柏さん、大変申し訳ないんですが、反論の3つ目が違うトレーニングが内部犬のパフォーマンスを向上させたといったことだったと思うんですが、内容が全く把握できなかったので解説をお願いしますということですが、3番目これですね、仮説に対して、まあ、課題は1つ目の反論をということだったんですけど、その3つ目の反論ですね、うん、different type of training protocols may have resulted in higher performance in naive dogs、うん、いうことですね。これはこれね、違うトレーニングが内部系のパフォーマンスを向上させたっていうんじゃなくて、うん、違うトレーニング方法だと内部系のパフォーマンスを向上させることができたのではないかっていう内容ですね、うん、この may have っていうのがね、うん、できたのではないか、うん、だから、今回その内部犬がみんなことごとくそのオリバーちゃん以外はできなかったわけですよね、うんうん、で、うん、それでだから できたのは1頭だけだから、うん、やっぱこれはあの、天才犬にしかできないことなんだっていうふうに言ってるんだけれども、うん、いやいやいやちょっと待ってと、それは教え方が悪かったから、そうそうそう、だから、うん、あの子たちはできなかっただけで、うん、あの子たちの能力の問題じゃないんじゃないの、うん、っていうのが、別のトレーニングのやり方だったら、うん、みんなできるようになったこともあるんじゃないのっていうことを言ってる感じですね、うん、このメイハブっていうのはそういうあの使い方なんです、うん、この表現もね、ちょくちょくありますよね、論文とか英語の、ね、これだったら怖かったかもしれないよね、まあ、うん、うん、まあ、ここだとまあメイよりはクッドの方がまあより分かりやすいとは思うんですけれども、なるほどね、なるほど、なるほど、うん、うん、確かにそうかもしれないですね、うん、うん、でまあ、いずれにしてもですね、まあ、そういう批判に対して、まあ、少なくとも内部犬一匹と知識のある犬っていうのはこのトレーニング方法でできるようになったから、まあ、トレーニングが全く意味がないってことはないと思うから、うん、まあ、いいですみたいに言ってるんですけどね。そうですね、うん、その後はそういうことですね、うん、まあ、でもね、なんかそれじゃなんかボーダーコリーにしか使えないトレーニングなのかもしれないじゃんみたいなね。そう、その可能性は反論は可能なんですけどね、うん、ボーダーコリーはこのトレーニングが効くけども、他の犬種はね、うん、もうビーグルは違うやり方でやった方がよくってみたいなことがあるかもしれないですね、うん、でそれはまだフューチャースタディーズってやつですね、うん、将来の研究にで調べなきゃいけないって話にはなると思います、はい、で、さつまいもさんですね、なぜ多くの犬はお手やおかわりお座りのように動作に関する言葉については覚えられるのにもかかわらず、うん、おもちゃ、物の名前は覚えられないのか疑問に感じた。これまで犬は人間の指示を聞いて動く狩りなどでことはあったが、物の名前を覚えて何かをする必要がなかったからこの能力が身につかなかったのか、うん、まあ、良い質問ですね。まあ、別に僕らが回答を持ってるわけじゃなくて、一緒にこう
そうだよねってなっちゃうってだけなんですけど、そういう意味で良い指摘ですよね、うん、いや本当ね、お手やおかわりはできるんでしょ犬、うんうん、ね。じゃあおもちゃの名前も覚えようよって思うんだけど、それができないのが、まあ、不思議ですね、うん、まあでまあ、そこでだからやっぱりそのなんだろう絶対音感の話とかなのかもしれないですけども、うん、逆に言うとだから人間多くの人間は物の名前なんてのも簡単に覚えることができるし動作にも名前をつけることができるのになぜか音の違いに名前をつけられるのはごく一部の人だけなんですよ、うん、なんでやねんっていう冷静に考えるとちょっと不思議な感じがするところですね、うん、まあそういう意味でね、なんか今までこう絶対音感の例は意味が分かりにくいとか先週とか散々言ったんですけども、うん、結構いい例なのかもしれないっていう気もしてきました。そうですね、はい、なんかこの類似性という点では、うん、まあ、うん、いい例なのかもしれないですね。ですね、うん、はい。でまあなんでなのかっていうのはまあこれさつまいもさんか、さつまいもさんおっしゃる通りに本当だから、まあ、犬っていうのはもともと狼からこう狼が人間と同居するようになって、うんうん、まあ人為淘汰っていうかまあねそこで進化してきた動物から家畜化っていうふうに言いますけども、その過程で、うん、まあ、人間とのインタラクションを得意なになるように進化した可能性っていうのは十分あって、その時に本当おっしゃる通りですけども、うん、針とかでね動作を指示で特定の動作をすることはあったけども、例えばなんか2つこうなんかね、うん、おもちゃ投げてね、で象の方取ってこいとかね、熊の方取ってこいとかそういうことはあんまなかったから、それはそっちの方の進化進まなかったっていうことはひょっとしたらあるかもしれないですね、うんうん、とても面白い疑問だと思います、うん、答えはないんだけどっていうのが申し訳ないですけども、うん、まあ、でもね、なんか考えてもらうっているように、うん、なんかその物の名前を覚えて何かをするっていう必要がやっぱなかったから、そういう能力が身につかなかったっていう可能性はあるかなとは思います、うん、ですね、はい、うん、もちさん、うん、今までに猫や魚、犬など動物に関するさまざまな研究を紹介していただいたんですが、心理学の研究でも流行ってるというか、うん、旬というか動物の研究などはあるのでしょうか。まあ、犬とか猫とか最近ちょっと旬なのかなっていう感じは。そうですね、うん、このねコロナの引きこもり生活で、うん、まあ猫の、前期にやった猫の研究なんかそうでしたよね、うん、シチズンサイエンスって言いますけども、うん、実際に飼い猫ちゃんに家で実験をやってもらって、飼い主さんにね、うん、飼い主さんにねやってもらうっていう、うん、それを集めて論文にしますみたいな、そういうのが、うん、今まで以上にちょっと流行ってるっていうのはあるかもしれなくて、うん、でも流行り廃りはやっぱりありますよね、うん、なんか特にねやっぱ犬の研究が増えたりとか、うん、そうそう、だから犬はなんか多分そうね2000年代の初頭にすごい流行ったっていう印象が僕あって、うんうん、なんかその最初のね研究がなんか犬が言葉を覚えられるみたいなやつ、そうそうそう、でそこからちょっと流行ったかなみたいな、うんうん、今回の実験も参加してるボーダーコーリーのリコっていうこのですね論文が多分サイエンスかなんかに2004年ぐらいに出たのが気がするんですけども、その時にすごい流行って、あとその頃にね犬がこう人の指差しの意味を犬は理解するけどチンパンジーは理解しないっていうのも多分2002年とかそれぐらいに出てるんですよね、うん、でもう今ちょっと犬の時代でしょみたいな感じで犬の研究ぶわーっと増えて、うん、で犬ができるならじゃあその犬の祖先種である狼はできるのかみたいな、うん、とか人に育てられた狼はどうなんだとかそういうんでガーッと増えて、でしばらく犬をみんながこうむさぼり尽くして、なんか気がついたら犬まだやってんのみたいな感じになってもう時代は馬だよみたいな感じになって家畜で社会生活を送ってて人とすごく仲のいい動物って言ったら、うん、犬はもう大体分かったから次は馬でしょうって、ヨーロッパ人馬大好きだから、うん、なんか馬の社会性みたいなねちょっと流行りが、うん、流行りましたよね、うん、あとなんかそこからよく分かんないけど羊もすげえぜって話になって
羊がなんか人間の顔を覚えてるらしいみたいな論文が出てありましたよね。なんかちょうどあのクローン羊ができた、うん、顔覚えるやつありましたね。そう確かになんか羊の顔がねこうネイチャーかなんかの表示にドーンってみたいなのがあったりして、うん、でなんか時代はとかなああいうでかい哺乳類なのかなとか思っていたら最近また結構犬をよく見かけるなっていうのが、うんうんまあ、僕の印象はそんな感じ。犬とかね猫とかもね最近増えてきたかなって、ね、猫も増えてるね、うん、で、まあ、あと国内ではね犬とか猫とかやってる人が僕らの周りに知り合いが多いのでっていうのがありますよね、うんうんうんあのうん、猫博士とかが友達なんで、ね、うん、っていうのはありますけど。でも、猫の研究とかね、本当なんかそんな10年とか20年前って、そんななかったことを思うと、やっぱりなんか最近流行りかなという感じは。うん、そうですね、うん。猫はずっとないですよね。あの、縦島、横島の猫が言う。ああ、うん、まあ、近くのね、実験で出てきたぐらいで、その社会性とかそういう点では、やっぱ犬に比べると、うん、研究なかったのが急に出てきたかなみたいな、うん、あります。あとはまああのちょっと前に読んだイカとかですけども、最近タコとかイカとか、うん、タコが結構熱くてですね、あの、うん、なんかすごい賢いみたいなね。タコは賢いっていう、まあタコ実は賢いらしいっていうのは昔からちょくちょく言われてたんだけども、この間、うん、去年だか一昨年ぐらいにタコは賢いっていう、あのちょっと違いますけど、まあ大体そういうタイトルの。あの本がですね出てですね、タコ半端ないっていう話になったりとかですね、あのそういうので、まあ旬っていう、あの旬ってのはすごくいい表現で、本当に旬っていうのはありますね、あのある気がします。はい、あの面白い質問ありがとうございます。うん、はい、じゃあ柴田さんですが、実験に使われた犬の数が少ないんじゃないかということで、うん、これ先週もこの話はちょっとしましたよね。そうですね、まあ、解説も含めてやってたかなと思うので、はい、まあ、いいかなと、まあ、これはいいかなと。はい、じゃあ芋けんぴさんが、うん、そうで筆跡と生まれつきは関連がないとありましたが、この実験のように能力や才能に関することが研究対象となった場合でも、先天的あるいは後天的かの考慮はされずに、あくまでもカテゴリーとして処理されてしまうのでしょうかということですが、うん、だからその先天的かとか後天的かっていう話は、うん、まあ、それはそれとしてその検討の対象になるっていうことはあるんですけど、うん、質的データだから生まれつきですとか、うん、あの量的データだから生まれつきじゃないですとか、うん、そういう話ではないということです。そうですね、そこがだから質的データに関して、それが先天的なものか後天的なものかを検討しましょうっていう研究は全然ある、うん、ということですね、うん、まあ、だから、ま、あの天才犬がいるよっていうふうに言ったからといって、あの生まれつき天才犬がいるよって言ってるわけではないっていうことですね。うんうんうん、あの今回はだから単語を覚えることができたあのワンちゃんたちも生まれつきその能力が高かったのかもしれないし、もしくは生活環境、その生育環境に何か特殊な要因があって、うんうん、あのそういう天才性が育ったのかもしれないし、うんうん、もしくはその両方ですね、あの生まれつきちょっとそういう傾向があるところに加えて、あのある特殊な、うんうん、生育環境っていうものがあって、うん、そういうものがバーンと発現して、その両方が揃って初めて単語を覚えられるようになるけども、うん、あの両方揃わないとダメだから、質的に覚えるできることできない子っていうのがはっきり分かれるっていう可能性とかもあるしっていう、うん、いろんな可能性が、質的な違いだからといってもいろんな可能性があるよと、先天的なのか後天的なのかという、そこを単純にあの絶対生まれ質的イコール生まれつきっていうふうにあのくっつけちゃわないでくださいねっていうのが先週言いたかったところですね、うん、だからそのカテゴリーと処理した上で、うん、それが先天的か後天的かを考えるのはまた別の話ということですね、うん、はい、そこを確認していただけるといいかなと、はい、まあ、実際よくある勘違いだったりするからね、あのそこをちゃんと確認できているのしていけるのはすごくいいことなので、いい質問をいただいたかなと思います、うん、はい、よし、じゃあワンコ論文はこれぐらいですかね。あの、はい、そうですね、なかなか面白かったです、個人的には、うん、あの
犬が、まあ、ボーダーコリーなっていう、ね。ボーダーコリーがすごいっていう、ね。なるんですよね。犬がっていうか。うん。ボーダーコリー半端ないっていう。ね。はい。じゃあ、次の課題。はい。今週の課題ですけども。次は、まあ、なんか、見知らぬ他人のことを思いやるかどうかを31カ国で比較した実験で日本が1位にっていうですね。そういうやつですね。ちょっと待ってくださいね。あ、多分一番下に貼って、あ、一番下にありましたっけ、あれ、うん、あ、それです、それ、その写真のとこです。この写真か、うん、これか、あ、これですね。うん、あ、これ写真変わりました、前と。同じ？なんか、こんな写真。覚えてないです。はい、これですね。ギガ人ですけども。うん、はい。まあ、こういう、やつですね。して、この論文読んでみましょう。うん、31カ国に住む8354人の被験者を対象にですから、まあ結構な、すごいですよね。で、なんかそんなすごい研究で日本が1位になったって聞くと、うお、すげえみたいな気持ちになりますけどね。まあ、なんか日本すごい的なね。まあ、まあそれが実際どんなもんなのかということですね、うん、どういう話なのかということを論文を読んで、いきましょうということで、うん、ちょっと待ってくださいね。論文が今開けると思うので。違う、こっちじゃない、こっち。ん？違う。これか。はい。この論文ですね。あと、今回の論文、なんかいきなりコレクションっていうところから始まって。はい、ページ目がこれですね。で、何かっていうと、ちょっと最初に出した論文に間違いがあったので、ちょっと間違いを修正しますよっていう話をしています。で、はい、テーブル2とか、うん、フィギュア2が載ってるんですけど、うん、なんかこの最初の論文の中のテーブル2とフィギュア2は間違ってて、この新しくここに書いてるやつが正しいというものなので、まあ、そっちを参照してください。でも今回この新しい方を配るんだったらもう治ってるんじゃなかったでしたっけ？治ってないんだっけ？いや、多分あれ治ってないんじゃないですか？いや、治ってない。治ってた。サウスコリアが入ってれば治ってるんだけど、入ってないですか？あ、入ってますか。リパブリック・オブ・コリア入ってますね。うん、あ、リパブリック・オブ・コリア入ったような。あ、じゃあ、そっか。PDF 内でも治ってるんですね。あ、じゃあ大丈夫。うん、この中ね、韓国がなんかデータが落ちてて、でどっかの国が2つ、なんかルーマニアがなんか2つあったかな、ルーマニアか、うん、ルーマニアが2つあるとかなんですよね、うん、とルーマニアここに1つありますけど、なんかそういう間違いがあったんで修正しますよっていうのが最初に2ページドーンと気がするんで、うん、ちょっとなんじゃこりゃって思いますけども、うん、これは修正、あ、じゃあもう PDF の中でも直ってるので大丈夫ですね、うん、そのまま読んでもらったら、はい、はい、で今回の論文も、はい、そのマテリアルとかメソッドが最後に載ってるタイプなので、うん、だから今回もですね、まずイントロダクションを、最初ですね、ざーっと読んで、うん、結構長いけれども、ここまでかな？どこだですかね、うん、リザルツっていう何ページ目？ああ、何ページ目の 5ページですかね。あれ5ページ、あ、あ、PDF で言うと5ページ、ね、ああ、で言うと、8ページ、9ページのうちの3ページ目ですけども、PDF で言うと最初にコレクションが入るから2ページ入るんで、うん、まあ5枚目ですね。5枚目のリザルツの前まで。うん。と後ろに飛んで、PDF の8枚目ですかね。8枚目、だから6ページですね。うん、はい。マテリアルズ&メソッドのところを、うん、から、タラララッと読んでもらって、うん、まあ、最後のところまでですね。はい。ここから下もリファレンスですね。ここまでかな。うん。
まあ、ここら辺まで。なんか、まずそんな感じで、イントロダクションと、まあ、マテリアルズ&メソッドを読んでもらうというのが、うんうん、で、その上で課題ですね。課題の一つ目が、はい、この説明の部分、どこだったかな。これはね、論文の2ページ目ですから、3枚目かな。はいはいはい、4枚目ですかね、PDF の。4枚目か。うん。うん。4枚目。あ、そうか、4枚目ですね。4枚目です。失礼します。うん、4枚目。The primary distinction of SOMAI, social mindfulness, is that instead of weighing material costs and benefits, it implies a social mind to recognize and meet others' needs and wishes in the present moment at little to no cost to the self、うん、ということなんですけど、まあ、このソーマイって読むんですかね、ソミ、ちょっとね、読み方よくわかんない。SOMI ってですね、あの、別です。ソーマイ。こいつ、これが今回キーワードなんですけども、このソーマイ。これが一体どういうことなのかっていう話ですよね。うんうん、を勘違いしてしまうと話がよくわからないので。うん。うん、なので、まあ、これがどういう意味なのか説明してくださいって感じです、うん、この文章。そうですね、まあ、ここのこと、まあ、分かりやすく説明していただければと思います。うん。うん。多分、まあ、皆さん、パラグラフライティングっていうのを覚えてきたから分かると思うんですけども、この、段落のこの後に説明的なことが書いてあるんだけども、これだけだとね、ちょっと具体的にひょっとしたら分かりにくいかも。知れないので、マテリアルズ&メソッドの方を見ると実際にどういう実験をやったのかみたいなことが書いてあったりするから、うん、まあ、そこも合わせて見たりして、あ、ソーシャルマインドフルネスってのはこういうことなんだねっていうのを、答えていただきたいっていう、うん、で、それを踏まえてこの青いところでっていうのがどういうことなのか説明をしていただければいいのかな、うんうんうん、っていう感じですかね。そうですね、はい、はい。で、課題の1がこれで、うん、で、課題の2が、あれですね、2がですね、そのアペンディックスを、はい。うん。まあ、あれ、付録でしたっけ、日本語だと。付録ですかね、日本語だと付録。うん。アペンディックス。多分、付録だと思いますけども。はい。この付録のファイルも配りますが、この付録のファイルだけで11ページあるんですが、別にそれを全部読んでいただく必要はなくて、うん、ただ、見てもらいたいのは、このソーシャルマインドフルネスでしたっけ、なんかソーミーの。ソーシャルマインドフルネス。あ、マインドフルネスか。このソーミーの具体的な課題がこんなんでしたよっていうのを、うん、こう図も出して図というか、まあ、うん。うん、すごい分かりやすくこんな課題っていうのを出してるんですね、うん、だからこのカップケーキ選ぶとかリンゴ選ぶみたいな、うんうん、だからまあこの付録のこの2のところですね、うん、この課題の説明っていうのを読むと、まあ、どんな課題だったかがまあすごい詳細に分かるという感じになってますが、うんうん、それを、うんうん、でね、その論文のマテリアルズメソッドの中のこういう課題ですっていう解説と、で、まあ、この付録の中のですね、より詳細な課題の説明っていうのを見てもらって、で、まあ、皆さんですね、その自分が参加者になったつもりでこの課題を見てみて、で、これがですね、その、ソーミーっていうのを測る課題として、まあ、妥当なものなのか、もしくは、まあ、何らかの問題がですね、あって、ちゃんと測れてないんじゃないか、というふうにですね、うん、まあ、考えるか。で、うん、まあ、問題があると考える場合は、まあ、こういうところに問題があるから、これだけだとですね、うん、その測れないんじゃないか、みたいなとこまで考えてみてほしいんですけど、ちょっとそういうことを考えてみていただければと思います。うん。そう、だから結構、参加者になったつもりでっていうのが、もうポイントかな。自分がこの実験の回答者の一人になったつもりで、
で実際あの参加者にこういう説明をしたっていうのがここに書いてあるんですね、このアペンディックス。これを読んでみて、自分がだからこう、うん、あの心理学の実験室に来るのか、もしくはその上あのパソコン上で見るんだかって、うんうん、どうだったか忘れましたけど、まあ、こういうのあのやってくださいねって言われて、うん、あのやってみる気分で これを眺めてみて、うん、でその上で論文で言ってるこのソーシャルマインドフルネスっていうものをこれは測定してるんだって言ってるけども、うん、いやこれ自分これでソーシャルマインドフルネスがいやすごいバッチリ測れますね、すごいですねっていう話なのか、いやこれで測れてるものってソーシャルマインドフルネスになるんだろうかっていうところを、うん、あの考えてみてほしい、うん、であのなんでそういうふうにバッチリと思ったのか、ちょっとダメなんじゃないかって思ったのかっていうことの説明も、うん、書いてみていただけたらということですかね、うんうん、まあ、 あのなんとなく僕らがどっちに思ってるかっていうのは皆さん分かるかあえては言いませんけれども、あの、まあ別にでもそれが正解かどうかも分からないんで、うんうんうん、それぞれの考えでもちろん、うん、あの僕らと意見が同じじゃなかったから減点とかそういう話ではないので、うんうんうん、あのそれよりかはあのこういう、うん、インストラクションを読んでですね、参加したつもりで考えてみるということをしてみてほしいということです、うん、はい、はい、あとはあれですか、いつもと同じようにあの何か必ず、はい、また質問もしていただいて、うん、まあ結構課題さんがいつもね、あの僕ら楽しいので、あの、うん、みんなの質問楽しくて、みんなも聞いてて面白いんじゃないかと思うんですね、はい、他の質問もね、うんうん、あの、それも、また楽しみにしております、うん、はい、じゃあ今日はこれぐらいでいいのかな、そうですね、はい、かね、はい、じゃあちょっとこの、他人を思いやる気持ちの論文を、今週はみんなで読んでみましょう、はい、はい、では、お疲れ様でした。また来週。はい、じゃあまた来週。はい。